こんにちは、ゆじです。先日皇居の東御苑というところに、紅葉の、ね、写真を撮りに行ったんですけども、その時の動画をこの間アップしました。まだ見てらっしゃらない方はぜひ見てください。でその時にですね、今まで私いろんな機材買ってきまして、それからまだご紹介してない機材もあるんですけども、そういったものを使って、まあ、実際にテストって言いますかね、使ってどんな感じかというのをですね試してきましたので、ご紹介をしたいと思います。ちょっといろんなものは使ってきましたんでね、何回かに分けてご紹介したいと思います。見てください。今日はこちらですね、タスカムの DR-07M2 という IC レコーダーですね。これをですね、この間買いましてご紹介したんですけども、実際にキャノンの EOS につけまして、一眼カメラの外部マイクとしてね使ってみてきました。まあ実際にテストしてみてきたんですけども、ということでちょっと実際にどんな感じになったかをねご紹介したいと思います。でその前にですね、まず最初にこれ買ったんですけども、これだけだと実際にカメラにつけられませんので、今回ですねいろんな機材をちょっとカメラ用に買ってます。まずこれがカメラに取り付けるためのコールドシューボール雲台というやつですね。これはまあ安いやつなんですけども、ここにタスカムのこの裏に三脚用のネジがありますんで、そこにつけて、ここにこれが雲台になってまして、でホットシューにつけることができるということで、まずこれがないとねカメラにつけられませんなんかってます。それからステレオミニケーブルですね、これも購入して、実際にタスカムの出力アウトプットのところにつけて、こちらをカメラの方につけるという形にしてます。これなんか調べましたら抵抗の入ってないやつがいいということなんで、今回は抵抗のないものを買ってつけてます。それからですね、もう一つ、外部で、まあ、外で撮影をするということで、風があった時に風防がいるなということでですね、私の方で、これは分かりますでしょうかね、これ100円ショップで買ってきたんですけども、皆さんね、秋葉さんなんかはタオル風防ですとかね、言ってますけども、このタスカムのやつ、これ形がちょっと変わってまして、それからマイクが開いたりもするんで、開いたり閉じたりするんで、そういったまあ開いた時の対応もできるような風防を用意しなきゃいけないということで、今回はですね100円ショップに行きまして、これちょっと今けな形になってるんですけど、耳当てですね、冬なんか寒い時にこう耳にこう当てるあったかいやつですね、これモワモワしてましてね、すごく手触りも気持ちいいんですけども、これを使って IC レコーダーのウィントジャマーっていうんですか、風防をね作ってみました。これ今もう片方を外しちゃってます。で外してつけた形がこんな形で、タスカムの IC レコーダーにつけることができます。これですとマイクをですね中で開いたり閉じたりが簡単にできちゃうんですね。ということで今回撮影に行った時にはですね、こちらの風防をつけて撮影をちょっとやってみました。この後実際にこのマイクをつける前とですね、つけた後でどんな状況になるのかというのをね、やりたいと思うんですけど、実はちょっと失敗しちゃいまして、この IC レコーダーのですね、アウトプットのレベルをちょっと上げすぎちゃってたんですね。高くすぎてたもんですから、若干音がね、強くて、低音の雑音が若干ちょっと入ってしまいました。これ失敗作なんですけども、ですから、もしこれをカメラにつけるんでしたらば、カメラ入力の音声レベルの調節も必要だったみたいで、私、カメラレベルの音声入力はそのままにして、でこちらのアウトプットのレベルの方で調整しようとしたんですけども、そうしましたらかなりね雑音が入ってしまいました。ということで次回からはですね、こちらのレベルを少し、まあなんかレベル真ん中ぐらいかな、出力をアウトプットレベルを少し下げて、それからカメラの方の音声入力のレベルもですね、ゼロよりもちょっと高めがいいっていうのを、どなたかのレビューでやってらっしゃいましたんで、カメラ側の音声の調節も必要なようです。ということで、今回ね、若干ちょっと失敗してまして、非常に音がですね、大きく入っちゃいまして、雑音も入っちゃったんですけども、ただですね、音は非常によく拾います。実際の例を見てみてください。